Thank you.
にして手を伸ばし一歩をもぎ取った。好きな人にあげるため目を見て笑ってほしいから罪を分け合った。恥じらいと欲望、火山の向こうから雷が聞こえた。僕たちがもう子供ではなくなった日、産もうと夕焼け、夕暮れの街、ひとひらの羽毛が風に乗って登っていく。あの羽毛はどこよりも一番光が当たらないところから長い旅をしてきたんだ。僕の心の底の岩よりも固くこわばって、どんな地下よりも助けが届かない場所、その隅っこに膝を抱えてうつむいてた一人の内気な少年が、やっと顔を上げ手のひらから吹き飛ばした。メロディーが聞こえる。あれは誰かの心の一番傷つきやすい暗がりに錆びついてた誇りだらけのオルゴールが、やっと取り戻した歌声だ。語り継ぎゆく物語。背が伸びたその日、地球が一回りした。生まれた町に見渡す限り広げる洗いざらしの地図。日曜日は月曜日の隣、玄関を飛び出したら分かる道。本当に川と土手がある町では、冒険に勝る自由はない。町中の図鑑から発見が溢れ出す。林を抜けた先には鉄塔がそびえ立ち、目を開けると光があった。夕日をまたいでやってきた。
車輪この魔法解けないよ。立ちこぎでダッシュする僕は、曲がり角のたび何かから遠ざかってしまう。いつか振り返ることさえ忘れても、それも全部一続きのストーリー。手から手と書き綴られた太陽系に浮かぶ一冊の本、白の表紙をめくれば自分の字で書かれたページが必ず見つかる。これは今も生きる勇者の話。いつの時代も変わらない、語り継ぎゆく物語。ギターシンスロー、ポエトリーリーディング、松本あかつき。シンスロー、ポエトリーリーディング、松本あかつき。もうすぐ月曜日ですね。眠りにつく前に。草花が交わし合う言葉は声よりも雨に似て、文字よりも土に近い。彼らの世界は夜や朝がある世界よりももっとずっと古い。誰一人拒まず迎え入れる甘やかさを人は夢と名付けた。世界中で10人に1人が世界中で10人に1人が誰に出すわけでもない手紙をなんとなく書いてみたい。なぜだかそんな気になって、昼ご飯の後や1人になった時になんとなく書いてみたい。そのまま引き出しにしまったものを数枚、ラブレターがちらほら。俺の友達の友達は書いたらしい。山手線の一車両に15人ぐらいいた。マンチェスターユナイテッドのスタメンのうち実に6人。そのうちラブレター1枚。世
世界中で10人に1人が誰かに名前を呼ばれたような気がして振り返った日、そんな夕方、実際母親に呼ばれてた女の子、今週何度目かの気のせいだったと咳をするおじいさん、どこか随分遠くから心の中に思い浮かべられた人、それぞれ一人ずつ。世界中で10人に1人がもうそれが最後の別れだと気づかずバイバイした日、笑顔だった人、目をそらした人、両手を振った人、最後かもしれないとうすうす気づいて声が震えた人、いつまでも見送った人、世界中で10人に1人が、本当はもっとたくさんの人が自分と同じ気持ちを抱えてるのかもと感じた日、もっともっとたくさんの人が自分と同じことを祈って目を閉じたことがあると知って体中が透き通るように感じた時、世界中で10人に10人がそれぞれみんな生きていて、そのうち死んでしまうことがなんだか美しいなぁと思えた日、そんな日がやってきた朝、思い出はどれも冬の日で、にじんでたのは街の明かりだ。君は駅のホームの階段にうずくまってた。膝に顔を埋めて肩を震わせ、手元からペットボトルが落ちても気にしない。その夜のマフラーは毛足が短いやつだったから、止まらない涙をよく吸い込んでくれた。その駅はしばらく前から何度も来るようになった場所、見たい笑顔も聞きたい声もいつだって一人の相手だった場所。君が今座り込んでるのはその駅のホームの階段の下の方、どうにか風に吹きさらされずに済むあたり。もうここで降りることもないかもしれない。置き去りにしてしまったのは君の中のどの部分だったろう。どっちにしろ電車はやってくるから、立ち上がって君は乗らなきゃならない。帰る家がいつもと変わらずあるのがこんなに辛いことだったなんて。必要なのは体一つ分のスペースだけ、他の誰とも入れ替われずそこにいるしかない。社内のアナウンスも雑誌の追広告も誰のためのものでもない言葉は結局全て遠ざかる。君は今にも手すりに寄りかかりそうだった。足元からドアが閉まり始めた時だった。君は電車から飛び出した。顔を上げた。その目はホームを行く君の背中を見送った。君がホームの階段を駆け上がるとき、そこに座ったままだった方の君が登っていく君の横顔を見上げた。改札から踏み出した君には、街は新しく広がって見えた。ラッセンスネフトアロー、バラバラになりそうだったものを何とか繋ぎ止めてきたのが今ここにいる君だ。しゃがんで泣いてる。今も君はどこかで諦めようとしてる。今も君はどこかで
の日を思い出して、
テラスの闇へと続いていた夜、ミルは出窓から飛び降りた。ドアの隙間から寝室を出てリビング、ガラス戸と壁の間に前足を挟み込む。お月様の花歌が空から差し込んできた。それはいつもと同じ。表に出たミルはしばらくアスファルトに座ってた。いつものポーズで背筋伸ばして、誰かを待つように、何かに耳を澄ますように。やがて印が体の底からやってきた。あらゆる生き物はその声に従うことができ、ミルは歩き出した。草むらに散りばめられた夜露が冷たいのはいつもと同じ。池の真ん中にお月様が浮かんでるのはこの夜のため。肉球で落ち葉を踏みしめ、森の中へと。一本のクヌギが数えきれないほどの昔から、今夜ミルが来るのを待っていた。そこは物事に理由を見つけようとする心では決してたどり着けない暗がり。木の根に抱かれるように丸くなって目を閉じ、牙の奥から一つ息を吐いた。命から自分という小さな境目を取り払った。
どうもありがとうございました。